ボルガ川の流域。アストラハンコサックは、東川の下流、アストラハンとサラトフの間に居住していた。1818 18年のアストラハンコサック軍の軍八1862年のアストラハンコサック軍のコサック大将。19世紀のアストラハンコサックの軍服の定色は、黄色で、東コサック軍に圧倒的に多かった、黄色人種の代表、カルムイク人と、 その根血時の存在を強調する色であった。1943年のアストラハンコサックの自章。アストラハンコサック軍は、1817年から1918年まで、ボルガ川の下流、アストラハンの周辺に存在したロシア帝国のコサック軍の一つである。ボルガコサック、カルムイク人とタタール人から編成されていた。百五十六年に、モスクワ大公国は、 アストラハン半国を滅ぼし、自国の南方国境を警備する100人のボルガコサックバン人衆をアストラハンに入れ置いた。約2世紀後、1737年4月1日に、ロシアの元老院の命により、万人衆に、政教の洗礼を受けた200人のカルムイク人が、加えられ、カザフ人とアディゲ人の侵入防止を任ぜられた。さらに、 1750年3月28日に、元老院は300人の万人衆を500人のコサック連隊へ再編し、ボルガ川の右岸、アスタラハムから、チョールヌイアールまでの地域で居住させた。1801年にアストラハムコサック連隊に、ザリーツン、カムイシン、サラトフのコサック万人衆と、ボルガコサックの残党、カルムイク人、タタール人もかは得られた。 1806年にアストラハンコサック連隊は3つの連隊に分けられ、4つの地区で国境警備が任せられた。1817年にアストラハンコサックの3つの連隊は正式なアストラハンコサック軍に再編成され、1818 18年に東コサック軍の初代軍長にはコサック階級のバシーリー・スクボルツオフが任命された。 1833年にアストラハンコサック軍はカウカズ軍団の干渉から離せられ、任命頭としてのアストラハン県の県知事の支配下に置かれた。1872年にアストラハンコサック軍は2つの地区に分けられ、3つの連隊から1つの騎兵連隊が構成された。20世紀の初めにアストラハンコサック軍はザリーツイン、サラトフ、 シェールヌイヤールとクラースヌイヤールの周辺の4つの集落、16つのゲル型集落と57の村落に駐屯し、88万2740ヘクタールの面積を有する土地を持っていた。1916年に女、子供を含むコサック軍の総人口は4万人近くであった。平時にはアストラハンコサック軍が義務を果たすためにつの人から、 なる一つの騎兵連隊と一つの新鋭小隊を国家に出し、戦時には三つの騎兵連隊、一つの新鋭小隊一つの砲兵大隊、一つの特別百人隊と一つの予備百人隊、合わせて約2600人を出していた。アストラハンコサックはいかほどの軍役に参陣していた。アストラハン周辺のコサック版人衆として、 アストラハンコサック軍として1917年のロシア革命後、ボリシェビキ政権が誕生すると、アストラハンコサック軍は反革命的な組織とみなされ、弾圧を受けた。1918年2月にボリシェビキの赤軍がアストラハンを占領し、2月26日にボリシェビキ系のアストラハン軍人委員会会長のミーナ・アーリストフは、アストラハンコサック軍を廃止した。 これによって、アストラハンのコサックはドン地方とウラル地方へ逃亡し、白軍に加わって、東地方で赤軍と戦った。1919年10月から11月にかけて、コサックの一部は白軍によるアストラハンの戦いに参加したが、ボリシェビキに敗れた。1920年にアストラハンコサック軍は、事実上消滅した。弾圧と殺害を逃れた。 アストラハンコサックの残党は1943年と1945年にドイツ国防軍のコサック諸連隊に編成された。ありがとうございます。